バイオリン競争曲に蝶々作品77はヨハネス・ブラームスが1878年に作曲したバイオリンと還元楽のための競争曲である。ブラームスは幼児からピアノよりも先にバイオリンとチェロを学び、その奏法をよく理解してはいたが、最初の、そして唯一のバイオリン競争曲を書き上げたのは45歳になってからだった。これは公共曲、 第2番の翌年という彼の創作活動が頂点に達した時期にあたり、公共的な重厚な響き、入念な主題操作、独創楽器を突出させないバランス感覚、いずれもブラームスの個性が存分に表現された名作となった。本作品はベートーベンの作品61、メンデルスゾーンの作品64と並んで3、大バイオリン競争曲と称されている。 この作品を聞いたシベリウスは、その公共的な響きに衝撃を受け、自作のバイオリン競争曲を全面的に改訂するきっかけとなった。構成、各主題の性格などベートーベンのバイオリン競争曲の影響が強い。一方チャイコフスキーは、メック夫人へ宛ての手紙で、この曲について、私の好みに合わない、市上が欠けているのに、異常なほどに、 新演奏を装って見せると告評している。同年に発表された、チャイコフスキーの作品35と並び、超絶技巧を要求する難曲である。1877年9月にバーデン・バーデンで、ブルフのバイオリン競争曲、第2番をサラサーテが演奏するのを聞いたときが、作曲同期であるとされている。1878年イタリア旅行の帰りに、秘書チペルチャフ派に滞在し、 ここで本格的にバイオリン競争曲の作曲を行った。同年8月21日付のヨアヒム宛ての手紙ではバイオリン競争曲のパッセージについて相談している。また翌日の手紙には競争曲は4つの楽章からなる作品であると書いている。これに対してヨアヒムからはスコアがないとわからないがとしながらも独創パートについての助言が届いた。 さらにヨアヒムはブラームスの元を訪れ、この曲について議論をしている。10月中旬にヨアヒムはブラームスを説得し、翌1879年のライプツヒでの新年のコンサートでこの曲を初演することを決めた。11月になってブラームスは中間の2つの楽章を破棄し、新たな感情楽章を書いた。ブラームスがリハーサルのために、 スコアとソロパートの楽譜をベルリンのヨアヒムに送ったのは12月12日になってからだった。ヨアヒムはこの作品のために様々な助言を与えたが、ブラームスはそのすべてを受け入れたわけでなく、このために二人の関係はこの後ギクシャクしたものになった。1879年1月1日、ライプチヒゲバントハウスにて、ヨーゼフ・ヨアヒムの独奏、ヨハネス・ブラームス式の ライプツィヒゲバントハウス管弦楽団により演奏された。当初ブラームスはライプツヒでの初演に反対した。それは20年前にこの地で行ったピアノ競争曲第1番の演奏会が三端たる大失敗に終わった記憶によると言われている。ヨアヒムの熱心な説得により行われたバイオリン競争曲の初演は今度は大成功で音楽批評家からも絶賛された。 この初演の一週間後には、ブタペストで、さらに翌週には、ウィーンで、いずれも、ヨアヒムの独奏により演奏され、好意的に受け入れられた。独奏バイオリン、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン、トランペットに、ティンパに、弦楽五部約40分に蝶々、そなた形式。冒頭から、ゆったりとした第一主題が、ビオラ、チェロ、ファゴットにより演奏され、 オーケストラが力強く提示する。オーケストラによる第二主題の提示がないまま弦楽器群がマズルカ風のリズムを力強くソースとコデッタとなり流れるように加工してそのまま第二提示部へ入る。独奏バイオリンが情熱的な音で演奏に加わり第一主題をオーケストラと歌い交わす。オーケストラによる提示部で披露された動機が改装されるうちに 独創バイオリンが優美な第二主題を奏でる。これが第一バイオリン、ビオラに引き継がれ再び、コデッタが現れ、早急死で定時部が終わる。展開部は、オーケストラのトゥッティによる第一主題で始まり、これまでに登場した動機を次々に活用し、入念に変形、組み合わせして、ブラームスの美質を存分に味わえる。また独創バイオリンには9度、10度という幅広い。 音程での重音奏法が要求されている。これについてヨアヒムが、よほど大きな手でないと難しいと修正を提案したのを拒絶している。ここではブラームスらしく弦楽器群とティンパニによる激しいトレモロと木管楽器の分散和音に乗って独奏バイオリンが、重音奏法で演奏を続けさらに音楽は力を増して再現部に入る。やはりトゥッティによる第一主題で始まり、 ページ部の主題を順番に再現し、オーケストラによるトゥッティで力強く締めくくってから、カデンツァとなる。ブラームスはカデンツァを書いていないため、この競争曲は、多くのバイオリニストが、それぞれのカデンツァを書いており、その種類が多いことでも知られている。主なものに、初演者のヨアヒム、フリッツ・クライスラー、レオポルト・アウアー、アドルフ・ブッシュ、ヤッシャ・ハイ・フェッツらのものがあるが、やはり圧倒的に、 ヨアヒムかクライスラーのものが演奏される。カデンツァの後は、第一主題に基づくコーダで独奏バイオリンが、静かに奏でるが、徐々に速度と力を増しながら、力強く結ばれる。フレー1から1、フレー1から2へ、蝶々、三部形式。感覚器による合奏で始まり、大募意が美しい主題を奏でる。サラサーテがこの作品の出版譜をブラームスから送られながら、 それでも演奏しない理由として、オーボイが旋律を奏でて、聴衆を魅了しているというのに、自分がバイオリンを持ってぼんやりそれを眺めていることに、我慢がならないと語ったと言われる、魅惑的な旋律である。独奏バイオリンがこの旋律を引き継ぎ装飾的に、奏でた後、計画に入り中間部へ移る。中間部はバイオリンが憧れを切々と訴える。 バイオリンによるコロラトゥーラのアリアと評される部分である。主部に戻ると、再びオ声ボエが旋律を歌うが、時折中間部の動機が聞こえ、平穏のうちに終わる。フレーニンに蝶々、変則的なロンドソナタ形式。全楽章とは、打って変わってジプシー風の力強い主題で、独奏、ツッティと何度か繰り返される。第一主題はブルッフのバイオリン競奏曲第一番に、 似た3度の重音奏法の熱狂的な主題で、この楽章の重要なモチーフである。第1副主題は独奏バイオリンが8度音程の重音で奏でる上高音系。続く、ロンド主題の後の第2副主題は2拍子と3拍子を組み合わせリズムに変化を持たせた主題。この主題を操作していくうちやがて第1副主題が再現される。再び冒頭主題が戻ると続いて、 大方的な家電茶となる。これに、オーケストラが順次加わっていきツビへと移る。ポコピュープレストのコーダは、トルコ更新曲風のリズムをチェロが刻み、独創バイオリンが主題を変形した旋律を演奏するが、やがて管楽器が第一副主題を暗示する。最後は低弦がピッツェカートを奏する上で、独創バイオリンが主要主題による和音を静かにそうで、8分休符を挟んで、 力強く終わる。フレイさん、ありがとうございます。